皆さんこんばんは、河合圭介です。本日2024年9月2日、18時37分、今日、まあ何時頃、どこで、まあ、佳子ちゃんらしき人と秋篠宮佳子ちゃん、まあ、その佳子様、ということになってますが、以前名前を教えてもらったことがあるような気もしますし、まあ、声をかけてみて、違いますってこう笑顔で言われた時の声が、子供たちに向かって喋っていた時の声かなとも思いますし、その時に、まあ、主音も何もしませんから、まあ、声も変えて言おうと思えば言えるでしょうし、声音を変えてですね、声の音と書いてです。まあ、裁判の状況ですけども、まあ、弁護士さんがついて、まあ、テレビ朝日さんの方には、まあ、裁判を争うという形、まあ、棄却をするというような形で答弁書が来ています。で、まあ、高島彩アナウンサーが、まあ、裁判所でその本当のことを、認めて言ってくれるのかどうかというところで、まあ、このまま、裁判、続行しようと思っています。で、僕 もうどうしたらいいかわからないんですよ、本当に。これはもう本当の本音のところです。で、まあ、その場所で昔本当の名前を教えてもらったか何か、今しいっていう声が聞こえてきてるんですけども、それに従った方がいいんでしょうか。まあ、福波さんの声なんですけども、もう福波さんもご年配ですし、もう長い間議員としての付き合いとかももうないんじゃないですか。あるんですか。もう僕もその辺のところ分かりませんので、で、まあ、今日その新しい仕事の件で面接しに行きまして、まあ、勤務時間帯が、まあ、まだ合否はまだはっきり決まってないんですけども、まあ、勤務時間帯が夕方から、まあ、23時ぐらいという時間帯ですので、まあ、まあ、月曜日の方でしたら、まあ、裁判をそのまま続けてというような形になってくると思います。で、そのプロ野球界とかそのスポーツ業界全員についてですけども、まあ、例えば松山英樹選手に関して今年その成績がいいのも、基本的に僕はスポーツの勝ち負けずっとほとんど関わっていて、で、まあ、まあ例えば冬場だったらフィギュアスケートだとかそういったところを勝ち負け、まあ、取り組んでいたりとか、やっぱり、形的にどうしてもまあそういうふうな形で、まあ、春山整骨院というものを利用して、まあ、あとはまあ電波の類ですね、少しでも遊んだらその嫌がらせをしに来る人間がいるっていうその状況について、まあ、誰も助けてくれないっていうところで、まあ、精神的にも、もう随分もう10年以上前から参っています。で、まあ、松山英樹選手のその今年の成績がいいのは、まあ、最初の方は日本時間と同じ時間帯に、まあ、アジアの方で試合があって、そこである程度いい成績が出ていて、でアメリカのメジャーツアーを買った時も、まあ、まあ、僕の方は夜なかなか眠れなかったりとかもありましたし、まあ、その辺の部分とも含めて10勝目も挙げれたというような形で、まあ、その23時まで勤務するような形になってきた時に、そういうふうな時間帯の人たちに優位に働くかどうか、これはもう分からないです本当に。で、仕事を始めた時に頭の中を取られてる状態になると、こちらとしてもその自分が本来する行う仕事が、しにくくなると。で、まあ、これは今日声をかけた人間が、その僕はもう本当の名前の呼び方を忘れてるのかもしれませんけども、以前教えてもらった名前だとか、まあ、それに関して、まあ、笑顔で違いますっていうことを言ってきたのと、まあ、昔同じ場所で、まこちゃんは隣にいて、それが先ほど福波さんの声でしって言われた内容なんですけども、まこちゃんの方が、
本当のことをこちらから言ってあげないととか何か、まあすごい昔なんですけども、豆うまいですね。まあ今日どういうふうに僕は対処すればよかったのかっていうのは全然わからないんですよ。まあ、例えば NHK のその手話コンテストのその映像、まあ紫色と青色の中間のような服を着て手話をしていた時のカコちゃんは私の方から謝りますとか、そういうふうなことは、いや白い服を着ていた時ですかね、まあ共同訴訟人として参加するとか、まあそういうふうなことを言ってはくれてはいたんですけども、心の声について、僕もその辺についてその、未来からの時間軸の声掛けでその被災地の人たちにメッセージを送ったりだとか、その災害が発生する前にだとか、まあ、そういうふうなことを行っていて、まあ、そういうふうなところでも裁判所の判断を仰ぎたいですし、その特別、まあ、岸田さんからだとか、菅さんからだとか、安倍晋三さんから何かその辺のことに関して、まあ、安倍晋三さんなんかはまあ私だってそういうふうな件はどうしていいかわからないんですよっていうようなことを、まあ、言ってくれてたこともあるんですが、その、まあ、今日、まあ、先ほどその裁判所にその相手からの答弁書に関して、まあ、受取書を、まあ、ファックスしたんですけども、その、まあ、そこに記載してるんですが、その、証拠、まあ、スポーツの勝ち負けだとか、テレビに向かっての受け答えの映像とかは、裁判所や相手方などに、まあ、提出しようとは思ってはいるんですけども、9月2日ですから、まあ、自分のパソコンの中もデータだらけで、そこからの、発見作業っていうものがだいぶ時間かかると思います。まあ、そういう部分も含めて、審理期間のところに関して、1年というような形で、まあ、書類出させていただいてるんです。まあ、いずれこうなることは、まあ、だから、高島彩アナウンサーの方から、時間軸を超えてたとか、そういうような話とか、あっさり認めてもらって、受け答えしてる話だとか、その辺のところはより良い形で後の世代の人たちに災害いついつこうなってるっていうことをあらかじめ教えてあげたりだとか、やっぱりスポーツの勝ち負けもしていて、阪神タイガースの選手でリアルタイムの時間軸で試合を進めていたとしても、未来の時間軸のテレビのニュースで放送されてる時の淡井圭介に受け答えをしている心の声についてですね、まあ、そういうふうな形も見受けられますので、まあ、エネルギーの残存量問題と結婚問題もそうなんですけども、まあ、その辺のところも、まあ、しっかり対処できたらなと思っています。で、その、まあ、名前読み方間違えてたら申し訳ないんですけども、僕も秋篠宮佳子様としてもインプットされてますから、もうそういう表現しかできないんですよ。で、その名前の呼び方が本名とは違うということであれば、もしかしたらよしこかもしれませんし、だからもう僕もよくわからないんですよ。まあ、あとはスポーツ業界の人たちへのメッセージですけども、まあ、その、まあ、10月1日から、まあ、その仕事がもし始まるとしたら10月1日からなんですけども、まあ、一応土日祝日は休みなんですが、まあ、直接テレビを見てスポーツの勝ち負けを行えるかというと、まあ、勤務時間中は、もうこれはかなり難しいと。もうそれよりも自分の仕事をまずしっかりしなきゃならないという立場になってきますので。で、僕も途方に暮れてるっていうのが現実です。で、今回の裁判でその最低限その結婚問題とか、その高島彩アナウンサーも協力して、
まあ、こういうふうな話になってる、これぐらいの人の数が結婚できてないとだとか、ウィキペディアの件についても全員が全員本当のことを記載してるのかどうかだとか、その例えば淡井圭介との結婚話をしに来た人たちで、その人たちの意見も聞いてみたいですし、まあ、一時期その結婚問題に関して僕は結婚希望相手 をしっかりと決めてないみたいな形になっていて、まあ、本当にしっかりと決めてなかった期間なのか、その精神病院に何回も入れられてましたから、親の介護とかもありましたし、その例えば関西のドラヤ敦子というアナウンサーがもう涙声になりながら早く決めてくださいよって言ってる映像とかも、まあ、昔見たことがあるんですけども、まあ、ウィキペディアを見るとその後、まあ、結婚して、まあ、出産してという表記になっています。で、まあまあ僕の状態は本当はもうそういう状態なんですよ。もう声がちょっと震えてるところで皆さんご理解できるかと思いますけども、今日の例えば一言一言でもう多分本人だろうなっていうのはもう間違いないっていうのはなんとなくで分かりますから、今度はかこちゃんの声でしっていう声が聞こえてきてるんですけども、相談しなかったら何も分からないままでほったらかしになったまま物事が進みますし、まあかこちゃんのその今日のかこちゃんっていう呼び方、で良かったのかどうか、何なのか、そもそもその声をかけた時に先に僕は名前を名乗らなきゃならなかったのか、もうその後もその会話があった後もう頭なんかぐちゃぐちゃですね。もう多分スポーツ選手とかでもそういう方たちいっぱいいらっしゃったんじゃないですか。その結婚問題抱えながらスポーツの勝ち負けを行ってる、試合に集中してるから、昔もこれ僕言ったことあると思うんですよ。そのスポーツの勝ち負けに集中してるからそういう結婚問題のことを考えなくて済むっていう、その苦しさ、どうすれば解決できるのかっていう部分、信じてきた言葉について、正直なところはその多くの人たちが、まあ、僕の立場から見ると、まあ、嘘を言っていたりだとか、まあ、助けてくれなかったりだとか、まあまあ、まあ本音を言うと人間不信ですし、例えば阪神タイガースをもし訴えた時に、例えばお金を支払う云々の件に関しても多分弁護士さんをつけてきて棄却を求めるような形になってくるんじゃないかなと思うんですよ。わからないですよ。わからないですけども、もうこの辺ゴレーゼに出てる時点で、まあこの撮影を始まった時点でそうなってたかもしれませんけども、もうそれ考えた、それもそれはそれで考えるだけでも悲しくなりますし、何を信じて生きていったらいいのかっていうところで、あと社会全体の行く末は結局1998年ぐらいの頃に日テレで放送された、それも僕からやテレビ局の人たちや国会議員の人たちの意見を総合して出来上がった番組が19時から21時の間にそのエネルギーの残存量が尽きて、で人が死滅して、さすがにその辺のところは食料物資が供給行き渡らなくなったりしてるような映像とかなしで、コンクリートの建物だけがこうだんだんボロボロになって残っていて、人がいないっていう表現で、でだんだん木とか生えてくるっていう映像が放送されていて、でもうその場にいた人たちはこれが本当の話なんですからと、その当時フルズラパークでずっと僕そのことを言ってたんですよ。エネルギーの残存の問題、二十歳ぐらいの頃に。でテレビ出演者が全く分かってないんだったら正しい話が広がらないから、これは絶対無理があると。でまあその頃は石原慎太郎さんが東京都知事になって、まあ国会でも先におっしゃってたのが、
まあ、環境問題みたいな形で、まあ、排ガス規制みたいな形で、車の走行量を減らそうと動かれていたような気がするんです。あのペットボトルにこう排ガスを入れていて、そこに水を入れてこうペットボトルを振った時にこれだけ汚くなってるっていうような表現の仕方で、まあ、狙いはそのエネルギーの残存量問題に対しての、 あの対処だと思うんですけども、まあ、それはテレビで放送されています。で、まあ、こちらの状況はこういう状況ですので、まあ、阪神タイガースの皆さんやその横浜 DeNA の皆さんやロッテ楽天の皆さん、まあ、そのまあ、阪神タイガースの試合の勝ち負け、結局僕は対応してる時と対応しない時でした。打率もそうですし、やっぱりテレビ見ながら直接っていう形が一番的確でしたし、あの木浪選手もあのつい最近テレビ見ながらの対応で頭の中渡しながらで、対応して、それまで打率がもう見た時びっくりしました。1割台になってまして、まあ、あの片目打ちで2割、少しぐらいのところまで来てますけども、まあ、まあ中野選手の打率もだいぶ下がってましたし、まあそのまあ、もう少し前 の、 そのオリンピックの前の頃の時にその、まあまあ、クリーンナップの人たちの打率を、なんとか上げなければな、まあ、打率を上げなければならないという心の声の後、まあ、打率上がってますし、やっぱり頭の中を渡していると渡していないのは全然違いますよ、最終的に結果。それとあと打ち方ですね。まあ、昨日とその前の日の阪神巨人戦で甲子園の試合の仕方、まあ、これは巨人の選手への皆さんと阪神タイガースや12球団、の方たちへのメッセージみたいな形にもなるんですけど、まあ、甲子園という球場の性質に合った打ち方をしてるなと思いました。最初はあの、正直打ち方を見た時に、あ、これは手強いなと思いました。あとはバントをしっかりと決めて、ランナーを送ってきてと、まあ、得点を積み上げていくっていう私が昔から提唱している内容ですね。まあそういうふうな、試合運びっていうところで、まあ、まあ、手強さは感じました。で、あと、まあ、巨人の選手でいうとホームランバッターでいうと岡本選手ですが、まあ、昨日の試合、まあ、右バッターでの流し打ちでライト方向、まあ、一応ライト側にハッターはなびいてるようには見えていました、試合開始の頃なんですが。だから、まあ、それでもやっぱり流し打ちで、まあ、フェンス直撃にはなりましたけども、ホームラン入ってでないところを見ると、やっぱりその球場の性質に合った打ち方っていうのは答えであって、大谷翔平選手、彼はもう完全に別ですよ。搭載されてる筋力量が全然違いますから、彼だったら多分なあの流し打ちで同じような打ち方で同じように捉えた彼の筋力なら多分あの位置に多分ホームラン入ってるでしょうし、飛距離が出て、まあ、その、まあ、もうこちらも秋篠宮佳子様としか言えないので、もうそれで覚えてしまってますから、まあ、インターネットでその本名とは違いますよっていうようなことを言ってこられたコメントの人もいらっしゃったんですよ。けどその人からの、正しくはどうこうっていう内容があったかどうかも覚えて出ないですし、日々、そのスポーツの勝ち負けやホームページの作成とかそういったもので日々追われていて、まあまあどうしたらいいのかわからないっていう状態が僕の方でも続いていますので、皆さんエネルギーの残存の問題についてどう受け止めてらっしゃるのかだとか、もちろんそれは国会議員の人も含めて、どう思ってらっしゃるのかっていうところを、話してみたいですし、
だけども誰も話し合い相手はいませんし、まあ、とにもかくにも高島アナウンサーが裁判所でどういうような証言をしてくれるのか、そのテレビに出ている時のそのことは、話せるだけ話しますとかそういうことを言ってはいましたけども、サタデーステーションに出ている時に、本当のところはどうなんだろうってやっぱり不安感の方が大きいです。で、うん、まあ、まあまあ普通に裁判でそのまあ、向こうの弁護士さんから、訴訟費用は、原告の負担とするっていう内容から、まあ、うん、まあ内容は届いてるんですけども、まあ僕としてももう裁判所でしか解決の道筋っていうのは分からないんですよ。他に誰かが家訪ねてきてあの解決してくれる人がいるかって言ったらいない、全くいません。で、それが何十年間も続いていたわけですし、あ、河合案里さんの件に関しても、うん、まあ、2015年ぐらいだったと思いますけども、仕事のことで来たっていうことだけでしたので、そのまま、まあ、その道、まあ、どういうふうな内容だったのかもお話ししてませんから、わからないですし、うん、まあ今、うん、特にその、佳子ちゃんを責めるわけじゃないんですけども、その受け答えした時にそのなんかこうテレビの世界と、まあ、それ以外の世界は別世界だというような、うん、対応の仕方というか、その、うん、まあ、結局あの時僕はどう声をかけたらよかったのかとか、まあ、声に関してまあ今思い出したらあの時の幼稚園児というか保育園児というか、まあそういう子供たちとの受け答えを知る時の声だったかなというような声ですね。まあ、こちらの方にあの呪いが来ています。止めて呪いがきついとかいう福波さんの声は今先ほど電波で聞こえてきたんですけど、うん、いや僕もそうなんですよ。あの書類答弁書受取書をその郵送するまでの間、まあ、呪いという呪いプラス、まあ、震えが来てた状態ですね。だからそのうーん、そこでそのまあ、共同訴訟人として、まあ、参加してくれるのかどうか、まあ、それでもその件ではっきりするでしょうし、まあ、僕の方はもうできる限りのことは尽くしてるつもりです。まあもう、うん、まあ、スポーツ協会の方たちはに関しては、その僕のこの基金の状況、まあ、10月1日からもし勤務することになったら、それはそれでもうどういう状況になるかわからないっていうところで、ご理解していただきたいのと、うん、その、まあ、秋篠宮家の人たちや、まあ、成人さんの部屋、うん、まあ、他の国会議員の人たちとかも、その、僕のことを助けてあげようって思ってる人たちが何人いらっしゃるのかというところだと思います。結局はそういうことなんだと思います。まあ、今一瞬頭の中よぎったのが、多分このままほったらかしになるんだろうなっていうのを考えたときに、まあ、悲しい気持ちにもなりましたし、かたや、まあ、まあ、かこちゃん、まあ、よしこちゃん、
受け答え、いや、その、なんて言ったらいいんですかね、その、うん、まあ、恋愛面のところも含めてなんですけども、結局、僕の人生って、その辺のところで、まあ、誰か、まあ、過去時はあの時、こういうふうに言いました、ああいうふうに言いましたっていうことを言ってくれたらいいでしょうし、まあ、その辺のところとか、うん。かたや、まあ、その、昔の虎屋敦子アナウンサーのように、その、結婚問題に巻き込まれて自分も結婚できなくなってたっていうような状況があった人にはあったということになるでしょうし、だからそういうふうなことで、うん、まあ本音の部分だとか、特に別に特別その大きく責めるような気も全くないですし、それよりもみんなでこの状況はエネルギーの残存の問題とかどうなってるのかっていうところで、だからたまに思うんですよ。前僕が言ってたように、その例えば1万キロワットを1秒間に発電して、それを10万キロワットに変換したりだとか、ギア比で、そういう方向性で、本当はあるのかなとかも思ったりするんですよ。だけども、もしそれが本当にあるんだったら太陽光パネルなんか敷き詰めてないでしょうし、岸田さんのあの大当てな状況と、あのはっきりとした強い口調でいる、いる、全部いるっていうことを、あの大きな声ではっきりと言ってる映像、まあ、僕の家の方にはそれは、うん、まあ、数年前というか、まあ、1年ぐらい前というか、うん、まあ、見ています。だから、うん、河川水門開始的な発電とかその方向性っていうのは間違いがないと思って、まあ、僕は進めてるわけであって、まあ、今回のこの内容もその、うん、まあ、裁判用で相手の、まあ、弁護士さんたちの方に、まあ、お伝えできたらなとも思っています。その裁判が始まった時にこういうふうにしっかりと説明ができるか、その自分がどう思ってるかの部分ですよ。そのしっかりっていうところが、そのスポーツの勝ち負けのところで、まあ、僕はどう対応していてっていうところの映像もそれ提出しようとは思ってるんですけども、例えば阪神タイガースの試合1試合で 10GB ぐらいあるんですよ。で、うん、もうそれだけはもうこちら泣きそうになってます。あの費用云々とかすごくかかりますから、うん、まあ、そうなってくると DVD では、入りきらない容量ですから、あの、まあ、ブルーレイ、うん、まあ、今の僕のパソコンがそれに対応できてるのかどうか、あと、まあ、SD カードに関しても、僕の今のパソコンには SD カードのスロットはついてませんので、スロットっていう言い方でいいのかどうか、まあ、差し込むうちですね。だから、まあ、僕ももう、今日のその佳子ちゃんらしき人物との会話でなんとなく当人だろうなという気はするんですよ。その仕草だとか、その受け答えの仕方だとか、特別その悪意があるような雰囲気ではないんですが、だけどもそれはそのテレビ出演者として身についているものかもしれませんから、本音のところとか何も話し合えてないわけですから、まあ、その時に僕は自分の名前を名乗ったら、うん、状況が変わっていたのかなと思ったら、今呪いが来てるのでそういうわけではないみたいですね。わからないです、もう本当にわからないとしか言えないですね。あの、もう一回ちょっと心の中整理して、もう9月2日で法廷始まるのは9月5日からですから、まあ証拠の内容だとか裁判所に、まあ、受け取り証のところに、9月5日に、法廷でその相手方の人たちや裁判所の方に、証拠を、うん、まあ、データ探して、まあ、それをダウンロードして、お渡ししようと、考えています。もうこの時点でなんかもう悲しくなってきてるので、それしても負けるのかなとか、まあ、正直考えています。
以上です。まあ、できればご協力していただけたらなと思っています。結局今までのことが一体何だったのかっていうところは僕にとっても全く何もわからないんですよ。以上です。